はい、どうも、ジェジュンです。BX、変更点、LTB との違いっていうのが、サイドカーブが結構きつめになってて、有効エッジが長くなってます。で、そのことによって、スイングエイトが軽くなって、ノーリーの回し込みだったり、あと、ターンする時のキレっていうのが、ものすごく上がってる印象を受けております。結構、長い範囲、ウィンディングの内側でも乗れるし、外側でも乗れるような、結構汎用性が広い板になっているので、弾きやりたい人、もしくは乗りやりたい人、両方の人におすすめな板になってますので、ぜひ皆さんも BX 乗ってみてください。ちょっと弾きがめっちゃ楽ですね。リフト2本乗らせていただいてて、1本目はちょっと硬いな、まあ、弾きむずいなと思ってたんですけど、2本目ちょっと慣れて楽にセブンとか回せるようになったんで、ちょっとこれ候補かなと思ってますね。トーションも使いやすく、少し張りがあって飛び芸がやりやすい。すごいノーリーとかがやりやすくて、すごい乗りやすい板だなって感じました。特にないですね。すごくいい板です。